ね。源太郎さんって配信者さんなの？もしかして。チェックしちゃおうかな。すっげえ仮想枠だったらウケんだけど。5、6人でやってんの？ねえ、俺、あえて見ないようにしとくよ。ごめん。頑張って人増やしなよ。俺んとこでそんな寝言みたいなこと言ってねえでさ。酒のおつまみはどんなの？あ、俺は、配信中に飲んでる時に食わないから。経営者だわ。頑張って仕事やれよ。今、お店やってんじゃないの？まあいいよ、別に。匿名ありがとうバーの茶爆100は、俺の生きる術になります。あざーす、決まった、あざーす。ありがとうございます。経営者だ。別に聞いてないんだよ、別に。あんたがそんな経営者だろうがなんだろうが。無さんありがとう、まの。決まった、あらーす。あらーす。あらーす。源太郎さんさ、別に、おっと、ひかるちゃんありがとう、まの。決まった、あらーす。ありがとうございます。源太郎ちゃん、経営者だったら茶爆100ぐらい投げてよ。能が来たれる前に。金持ってんだろ？貧乏なのかよ。おい、投げてからやれよ。おい、こいつ、何が経営者だよ。なあ、みんなな。アホかよ。何が経営者だよ。イキってんじゃねえよ、この野郎。おい、俺投げてみろよ。金ねえのかよ。お金あんの？投げてくれよ。おい、家行ったろから関係ねえんだよ。おい、そんなこと言ってねえんだよ。投げれねえのかよ。そんなもんだよ。あんまりふざけたこと言ってねえ方がいいよ。いくれや。藤枝ありがとう。藤枝経営者だからな。ナムル、決まった、あざーす。ほら、源ちゃん。わ かる？お店やってる、自分で仕事やってる人はこうやってパーンって投げてくれんだよ。源ちゃん？源ちゃんどうしたんの？ねえ、眠たいこと言ってんの？何が家に行ってやろうかだよ。そういうこと言ってんじゃねえんだよ。おい。あららららら。うちはロムってるリスナーの中には、自分できっちりきっちり仕事やってる人なんていっぱいいるんだよ。時給1500円くらいやな。もっとシェリコ投げろよ。ロック？あ、久しぶりじゃん。イーロン・マスクの意向でらしいが停止ついてな。まあまあまあいいよ。まあ俺の場合は4万6千ぐらいだったろ？シェリコありがとうバード決まった、あざーす。ありがとうございます。
あって、あ、合わない、合わないよ、俺は。うん。今から行けるぞ。すぐ、110番しますんで。よろしく。その前に、まず一発、茶爆投げてよ。農家金はね、無産ありがとうめど、決まったあざーす。もう、かっこつけんのは、かっこついてからにして。ついてねえんだよ。おい、文字なんだよ。あってんだねえよ、お前、この野郎。まさはるありがとう。まさはる無理すんなよ。でもありがとう。まあ、決まった。どうす。まさはるありがとう。こんなよ、源太郎とかよ。あ？食ったらねえこと言っててよ。家行ってやろうか、今日暇だからとか。こんなのより、まさはるの方がよっぽど、ムカッと来たんだろ？まさはるも。この源太郎っていう、バカに。ああ。無理はしなくていいからな。それがいい。うん。バカはほっとけばいい。こんなもんは。何が源太郎だよ。ありがとう。まさはるな。めってれや、今から行くでな。おう。ピンポンやったら、俺、写メ撮ってやるから顔出せや。で、ここで晒してやるよ。おい、こんなの来たぜ、バーカーっつって。ああ。開けるわけねえだろ、オートロック。ああ、生きるなよ。ああ。お茶投げれよ、もっとよ。茶枠投げろ、ほら。おい。佐野に。おい。投げろよ、こら。ああクソがよ。つかえねえな。さらっとやってくれよ。かっこ悪いな。偉そうなこと言うんだったらよ、何が経営者だよ。お前経営者なんだろ？やれや、ほら。経営者の割には今から行くって、お前仕事やってねえの？暇なのかよ、バカ。おい、パータローがよ、こいつさっき、俺経営者だからよ、とか言ってたから。ああ。仕事中に、俺の放送見てんだ。だいぶラブサーのだよね。だったら、茶爆投げるわ、こら。何が家に行ってやろうかだよ。来たら降りて行っていいよ、俺別に。何ですかって言うよ。何ですかって。わけじゃないから、ここは悪